chop, run it chop, skip the pew, ha ha, 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 rap that belly kick it, skip the pew, na ja mono wa kika shiru chop, run it chop, ha。世界一受けたいラッパーの歴史授業。前回から始まった企画でね、前はあの風磨の小太郎さんにいろいろお話伺いましたけど、今回はこちらの方です。オーソリティさんです。お願いします。青森県出身のラッパーオーソリティ。2018年の UMB 準優勝を皮切りに、さまざまな MC バトルで好成績を収め、現在は楽曲制作とライブを中心に活動中。そんなオーソリティは世代交代の大現者。 UMB 2019での優勝をはじめ、その年に行われたあらゆる MC バトルを総なめ、バトルシーンを塗り替え、新たなヒップホップスターとしてその名を全国に知らしめた。さらに今年は賞金1000万円のバトルサミットで優勝。そんなオーソリティはどうやって成功をつかんだのか、授業スタート。1000万円保持者、すごいね。もう振り込まれたんですか？はい、1週間後ぐらいで。多分早っ。はい、早いっすね。結構早いっすね。お笑いの賞レースは遅いもんね。多分2ヶ月後ぐらいとかだから。とか夢あるよね。夢あるね。一番印象的なバトル相手って誰でした？一番はジブさんですかね。あ、ジブラさん、はい、まあベスト4で当たったっていうことですよね。はい、初めてですよね、ジブラさんと やるのは。そうですね、初めてやりました。結構、ね、わ、ジブさん出るんだっていうさ、周りの、うん、なんだろう、そのリアクションもあったし、うん、うわ、ジブさんベスト4まで行ったぞの中で、うん、オーソリティさんとバトルっていう流れでしたけど、はい、どういうところが印象的でした、やってみて。いや、なんか全然その MC バトルのイメージないじゃないですか、はい、ジブさん、うん、でもね、もう音源ですもんね。はい、なんかその全然普通に思いっきりやってんなみたいな、ジブさんすげえなみたいな、結構普通になんか食らったっすね。なんか自力を感じました、彼の。だからうっちゃんなんちゃんがキングオブコント出てるみたいな、あー的な、多分そうっすもんね、ノリだと思います。言ったらそうだよね。すごいよね。でもこのオーソリティさんの、はい、ラインですよね、うん、足元ナイキ、俺はマジで生意気、今日あんたよりも荒い鼻息って、よく出ましたねこれ。ジブさんの鼻息荒いシマウマをね、サンプリングして、ね、証言の確か、ね、はい、鼻息荒いシマウマみたいな、うん、スター級の MC がマイクリレーする名曲証言。バトルサミットでオーソリティがサンプリングしたジブラのリリックがこちら。これは言った瞬間、うわ、よく出たなって自分でも思いました。なんかこういうのが多分大体ニュルッと出るんですよね。なんかそのやっててみたいな、ニュルッと出るみたいな。ニュルッと出る、それをまあ具体的に言ってほしいんですけどね。もう言ってやろうとは思ってなかった感じなんですか？急に降ってくるもんなんですか？降りてくるっていうか。なんとなくこう言いたいことは決まってるみたいな。はいはい、そのなんか俺は今日その全然若いけど負ける気ないっすよみたいなのが多分一番ニュルッと出たやつで綺麗にいったって感じです。なるほど。さあ、そしてここダイランと島国アイランド、前に負けたこのビートスピット青い地球の主人公って、まあかっこよく決めましたよね、これは。これもニュルッと出てる結果、ニュルッとっていうことで。早速、はい、授業始めていきましょう、はい、オーソリティさんのヒップホップ年表でございます。こちらです。1997年生まれなんですね、うん、誕生日は5月5日子供の日ということで、はい、ルフィと同じ誕生日です。あ、そうなんだ。これどうですか、親戚の人とかみんな、うん、
子供の日に生まれたぞっつって盛り上がったんじゃないですか、うん、これ。いやどうなんですかね、俺多分脳みそ出来たてなんで、うん、そうですね、あんま覚えてないですどういうお子さんだったんですか、ちっちゃい頃。小学生の時は、ちっちゃい頃はそうですね、なんか毎日叱られてたなって感じです。なんか親も学校も、うん、多分その言うこと聞けなかったんでしょうね。わんぱく系だったっていう。わんぱくもそうだし、多分我が強いんじゃないですかね、はい、なんかその、うん、なんでダメなのかっていう理由が納得できないと直せないみたいな感じで、多分小学校本当に毎日ずっと怒られてる中学校入る時にもうなんか毎日叱られないようにしようって目標立てたぐらい、小学校はマジで毎日怒られてえ、中学生の時はじゃあ大丈夫だったんですか。いや中学生も最初1年ぐらい結構苦戦して、うん苦戦した。何をそんな怒られることですね、うん、毎日ね。いやなんか行きづらいんですよね。行きづらい。多分そのなんか ああいうルールが多い場所が多分環境的に俺は、俺を縛るなみたいな。縛るなっていうか、なんか普通にその好きにやってるだけじゃないですか、うん、そのあなんかその全体の基準で決めたルールをなんかその個人個人全然違う価値観のやつに無理やり当てはめようとする感じが多分嫌だった。それが義務教育なんだけどね。そうそうです今思うと、ね、まあそんなね怒られて育ったオーソリティさん、2014年17歳の時にラップを始める、はいはい、影響を受けたラッパーはシーダさんっていうことなんですけど、うん、ここで初めてマイクを握ったっていうことですね。ラップを始めるってことはマイク握ったのは多分18なったぐらいの、はいはい、なんか地元のバトルイベントだったんですけど、はい、そのスピーカー持ってとかなんか携帯からビート流して、うんうん、なんかそのフリースタイルやってみる。フリースタイルやり始めたのが大体17とか。シーダさんで食らった曲って何ですか。まあなんかきっかけは花と雨から入ったんですけど、なんかその個人的に掘ってってリービンっていうあの曲がめちゃくちゃ好きですね。いやかっこいいですもんね、シーダさんは。かっこいいですね。オーソリティにとってシーダはラッパー人生のきっかけとなったある意味恩人。様々な場面でシーダのリリックに救われたという。その熱意を本人に伝え、ファーストアルバムではコラボが実現。そんなオーソリティは初の MC バトルで、18歳でバトルに。そうですね、なんか先輩がそのラップやってるんだったらイベント出てみようよって誘ってくれて、なんかそこで優勝してみたいな、うん、あ一発目で。そうそうそう、すげえな。で MC バトル楽しいってなって、うん、めっちゃフリースタイルやりまくってたみたいな。うわすごいスタートだな感じ。でも8人ぐらいです多分、あの人数的には。いやいやでもよ、でもよ、でも初ステージじゃないですかやっぱり。他の相手はみんな経験者だったってことですよね。いやどうなんですかね、とんとんなんじゃないですかあんま覚えてないマジで。お前地元のお祭りみたいなとかなんじゃないですか本当に。なんか多分同じぐらいの、お調子者がマイクにいる大会さあそして2019年、はいはい、22歳の時ですね、うん、世代交代を体現ということで優勝を総なめにした2019年。すごいな。すごいっすね。すごいね、この優勝の数。2019年はまさに敵なし。数々のビッグタイトルを制し、バトルシーンのニューヒーローとしてオーソリティの名を一躍全国に知らしめた。そんな彼が一番思い入れのある大会とは。どうでした2019年、振り返ってみて。2019年、俺だったらこんだけ優勝したらちょっと怖くなるっていうか。 UMB ってわかります？わかります。なんか地元の名前しょって出るじゃないですか、はいはい、あ代表どこ代表みたいな、はい、だからなんかその自分の負けイコールちょっと地元に恥持ち帰るみたいなあの感覚なんですね、あの出てる側的には。でなんか UMB 優勝するまでの間にそのバトルめっちゃ強くなろうみたいな、はいはいはい、バトルちょっと出まくって、うん、そのなんか優勝しまくろうみたいなので多分そのコンボしてたっす、あの、ね、優勝がコンボしたっす。もうほんとバトルで勝ち続けるぞっていう目標にしたっていうか。あそうです、もうこうなってて、うん、バトルに、うんうん、もうなんかとりあえずこれ UMB に2019優勝するための1年にしようみたいな。すごいな。UMB 2019グランドチャンピオンシップチャンピオンは
見事優勝を勝ち取った決勝のバトルがこちら。男だぜ、だから俺も今日なる努力の王様に、パン客席大騒ぎ、ビリビリしびれるぜ、あんたのこともディスりたくねえぜ。確かにイケてる先輩とイケてる後輩でイケてるセッションができてる、こいつに今は感謝してる。だからこいつは仕方ねえんだ、切り替えがなければ勝てねえってことも知った。自然とバトルには痛みがついてくる、それを乗り越えて王者が板についてくる、そこをついてる。でも多分なんかその優勝以外でも結構出てると思うんですね、このバトルの年っていうか、はいはい、だからなんかずっと気持ちが切れなかったのかなって。ああ、なるほどね。集中力っていうか、そうそう、なんかやっぱそこなんすね。感じはしますね。あ、さあ、そのオーソリティさんのバトルの強みといえば、はい、自分がもう主人公だという、うんうんうん、そういうオーソリティ武士だったりですとかね、うん、言葉選びのセンス、即興性の高さということなんですけど、どうですか、自分自身これが自分の強みだなって思う部分って、うん、相手を別になんか下げる気はないけど、うん、俺が今日の中心だからみたいなことを多分いつも思ってるっていう感じですかね。じゃあそのバトルでね、はい、出たラップの、まあ、抜粋なんですけども、ね、はいはいはい、穴だらけのお前のラップビンゴにしてやる。すごいねこれもね、うん、よく出たよな。すごいね、普段からそんな言葉使ってるんですかこれ。どうなんですかね、わかんないですこれ。わかんないです。すごいですよね。すごいよ。なんとなく穴だらけ、なんか蜂の巣とかさ。そうそう、わかる。なんかそういう風にな、レンコンみてえだなとか、なんか、俺はそっち出ちゃうんだけど、ビンゴってなんかこれ指摘だもんね、すごくね。うんうんうん、この言葉遊びがいいっすよね。いや、かっこいい。これやっぱラップ、バトル中のなんだろう、ラップと、うん、音源の時のリリックの言葉選びとかってやっぱ変わってくるもんですか。変わると思います。これなんか見てるとやっぱその相手がいる程のワードっていうか、はいはいはい、なんかその誰かに向けて叩きつけてるような表現だなって思うですね。なんかやっぱ曲を作ってる時は自分との対話を通してなんか共感者をどんだけなんかこう狂わせるかみたいな、はいはいはい、そういう話だと思うんで、うん、あとなんか普通にその乗れる曲とかって多分こんなに言葉重くないと思うんですね。あ、なるほど、あ、なるほど、うん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 、でなんかそのバトルあるあるあるっていうか、そのバトルっぽいなって思います今これ見て。しかも2019年ですよね、うん、相当気合入ってたと思うんですよね。相当気合入ってるなって今、あ、ちょっと3年前の自分かなりガチガチやってんなっていう今思います。白黒つけに来たぜ、ケツが青かったガキが今この場所に立って、相手は緑を赤い目をしたやつ、けど落ちちゃいけねえ、汚れはイエローって決まってんだ。さあ、そして年表に戻りましょう、はい、うん、2021年ですね、はいはい、24歳の時にですね、ファーストアルバム、はいはい、発売されて、エメラル、はい、発売されまして、はい、でこっからはバトルよりはやっぱ音源の方にっていう感じですか。そうですね、一旦そうなりました。多分バトルしてないんじゃないかな、この。してない。あの、何回か出てると思うんですけど、うん、全然ダメだったと思います。勝てなくなってきたってことなんですか。勝てないと思います。なんかその筋肉が変わるんで、うん、そうか。だからそのなんかボディービルダーアスリートの筋肉って全然なんか同じ筋肉違うじゃないですか、うん、そういう感覚っていうか、うん、ラップにも筋肉があって、その音源制作の筋肉とフリースタイルバトルの筋肉ってのは全く別の筋肉なんで、うんうん、その切り替えがやっぱすごくむずくて、うんうん、なんかちょっと拗ねてなんかバトルシーンはーとかってなんか悪く言ってた時期あったんです。ちょっと違う、そう、ちょっとガキンチョだったんで言ってた。あとちょっとメモによると、はい、UMB2019 優勝後にですね、うん、ネット上にオーソリティ対策動画が出回って、それでバトルで勝てなくなったっていうのも書いてあるんですけど、はい、なんすかそういう動画があったんですか。これなんか僕自分で分かんなくて、はいはいはい、なんかそのバトル勝てなくなった時に、はい、なんかその近しい大人に、はい、なんで俺こんなバトル勝てないんですかね、やっぱその歓声出さないから、うんうんうん、なんか自分のスタイルと噛み合わないんですかねみたいなことを言ったら、いやなんかお前は多分その2019年勝ちすぎたから、その動画を見て対策を練られてるよみたいな、多分こういうことを言うと嫌な顔するなとか、はいはいはい、こういうスタイルで絡んでいくとやりづらいんだろうなみたいなのを研究されてるような感じでみんな相手してるように見えるよみたいなこと言われて、分かんないじゃないですか、その自分でやってて。でなんかその
あそうなんだみたいな。で結構なんかそのバトルの進み具合っていうか、うん、なんかすげえ発展したんだなって思って、うん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 、その自分も始めた時それこそそのアングラのバトルでなんで、はいはい、やっぱその普通になんか変なこと言ったらこうお前裏来いやっつって揉み合いになったりとか、うん、なんかそういうあの同じ地区でも全然知らねえやつが急にこうパッて来るから、はいはい、とりあえず1回戦見てみてどんなラップすんのかなとか、そういう時代の MC バトル出身なんで、はいはい、そのなんていうか自分と戦うのが決まってるんだったら動画でその弱点を探すみたいなのがすげえなんかスポーツみたいになってるってこと、スポーツみたいになってるの、ね、その超格闘技っぽいなと思って、なんか今もうそんな感じなんだなみたいな。もう本当に打倒オーソリティになっちゃったってことですもんね、周りは。なんじゃないですかね。ここで俺勝ったら、うん、名を上げることね、うん、あのオーソリティに勝ったっていうね。そうそうそう、うん、だからそれで見まくったっていう人は多分いるでしょうね。さあそんな中、はいはい、なんと去年青森から上京してきたということで、去年なんだ。意外と去年なんですね、うん、多分去年だと思います。はい、去年です、うん、東京にこう行こうと思ったきっかけって何だったんですか。地元飽きちゃって。あ、飽きちゃったんですか。はい、なんかその地元は地元で好きなんですけど、その地元にいる自分が多分これ以上天井が上がんないなみたいな、うん、もっとなんかいろいろこう見ていろいろ聞いていろいろ食らってその成長した方がいいなっていうので、うんうん、なんか多分なんかずっとこう酒飲んで飯食って適当にラップしてみたいな感じの生活で、しかもちょうどコロナだったんで、はいはい、本当は俺2019 UMB 優勝して、うん、チャンピオンイヤーってのがあるんですね、うん、その UMB 優勝したからっていうのでそのなんか地方のライブが増えたりとか派生していろんな仕事が来るんですけど、うんうんうん、その2020年コロナが始まっちゃったんで、うん、なんか腐っちゃってて地元でなんかうわ暇だわせっかくチャンピオンになったのに、うん、なんか恩恵が受けられなかったんだ。そうそうそう、それでなんか普通にそんでこう作ったセカンド EP もあんまりパッとしないし、あなんかちょっとこう東京でレベルアップしたいな、はいはいはい、まあ、修行っていうか、うん、刺激を求めてっていう、うん、東京の生活どうですか。東京の、まあ、慣れたっちゃ慣れたっすけど最初1年目は結構しんどかったっすね。全然違うくないですか、なんか東京スタイル。いや全然違う。疲れますよね。逆に僕はもう東京が長くなっちゃうんでそろそろ地元が出てきて、はいはい、もう俺僕はもう帰りたいになってます今。あ、はいはい、あ確かにね。そうそうそう、まあいろんな周期あるよね、うん、周期が確かに、地元がいい東京がいいとかってやっぱあります。全然これ悪いことじゃないですけどね、うんうん、気持ちの変化は、うん、メモによるとですね、うん、ちょっとスランプに陥って、うん、なんかリリックもまあ書けなくなったっていう風に、うんうんねうん、東京来てそのいろいろあるじゃないですか、はい、東京って、うん、で、まあ、スランプの理由は僕あんま分かんなくて、はいはい、なんか多分その自分の中でやっぱ24、5ら辺ってなんかそのどこにいても人生のなんか多分一発目が来るじゃないですか、なんかその向けるタイミングっていうか、はいはい、でそのタイミングでしかもちょうど東京来てみたいな、その環境も変わって人生的にも向けるタイミングが来てみたいな、でなんかそのタイミングでこう周りのやつらとかがなんかなんて言うんだろうな、なんか東京に毒されてんなみたいな落ち方するやつってやっぱいるじゃないですか。はいはい、例えばどんな感じだったんですか。うわ普通になんかなってるシンプルですね。ああ久々に会ったらえーみたいな、なんでみたいな多分そうだろうなって思う答えが今返ってきてとかそう、はい、やめろやめろとかってあんまりこう深くなんか説得しようとすればするほどあっち側の土俵に入ってしまうじゃないですか、うんうん、そうだね、そうだね。でなんかそういうのとかもうなんか気づかず気づかずのうちに周りの人間が変わってやっとなんかあれみたいな、俺今なんか違う方向に進んでるのかもしれないみたいな、そういうのにやっぱ気づくまでにはある程度時間はかかって、うんうんうん、特に東京っていうなんか時間のなんかスピード感みたいなのがなおさら多分俺に考える時間を多分与えれなかったと思う。でちょっとなんかこのままだと闇落ちすると思って、うん、あーなるほどもうそういうのちょっと一旦手切ろうみたいなやめようみたいなのでちょっと普通にクリーンに生きようって感じになって、うんうんうん、もう本当にマジで純粋に音楽頑張ろうっていう。そうですね、てか俺グレに来たわけじゃないしなみたいなそうこういうことしに東京来たわけではないなみたいなのを思って、まあ、ちょっとなんか考え直してって感じです、うん、でもこう踏みとどまるっていうかちゃんと自分で気づくっていうのがやっぱすごいですね。いやそうね。じゃあやっぱバト
トルサミットで優勝したっていうのは結構でかかったんですか、そういう状況で。めっちゃでかいっす。ねえ、めっちゃでかいっす。いや、いいっすよ ね。自分でこの運をこう戻したっていうか。人間関係の変化、勝てないバトル、さまざまな苦悩を乗り越えての優勝。ウイニングラップではその思いが全て込められた。ちなみに賞金1000万の使い道は地元青森にスタジオを作るというふうに言ってましたけど、はいはいはい、今どういった状況ですか。これは、まあ、なんか超その ING でサミット終わってすぐ地元帰ったんですけど、はい、結構なんかいろんな問題がやっぱそのいざこう本格的になんか口だけじゃなくて行動に移そうとした時に見えてくる問題点みたいなのが結構ポコポコって出てきて、まあ、イメージとしてはそのセカンドアルバムを出してその自分のレーベルの持ちスタジオとして持つスタジオを地元に置くっていうステップがなんか一番そのぶっちゃけなんか不動産とかあとなんかその信用できる人に管理してもらわないと普通になんかあんまりこう若い子がなんかにたまりに来る場所みたいにしたくなくて、はい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 、その可能性があると。そう、結構なんか健全にその真面目に音楽やりたいやつがなんか真面目に使ってほしくて、でなんかそういうのとかもちゃんと向上心あるやつのね。そうですね。そういうのも込みでなんかそのスタジオ周りの人選みたいなのをするってなった時に結構その俺のペースでそんなトントンいけるもんじゃないなみたいな。冷静っすね。ただのたまり場にしたくないってことですもんね。そうですね。確かに。今後のビジョンとかってあったりするんですか、これやっていこうとか、うんうん、だからそのなんかバトルに対するリアクションと同じくらいかそれを超えるぐらい自分の 曲に対するリアクションがないと、うん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 、どこまでたっても俺はなんかそのバトルのストーリーを更新できないというか、うんうん、なんかそのバトル強かった人だよねっていう風にこう自分のストーリーが終わっちゃうのが嫌なんで、どっちかっていうとなんかこっからの方が超戦いがハードっていうか、うんうんはいはい、なんでなんかその分かりやすいのはやっぱセカンドアルバムを普通に iTunes1 位取りに行くみたいな、うん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 、分かりやすく結果にすることが一番自分の中で今課題ですね。あの日捨てた教科書が社会の教科書、鍵がない窓に街角の力、イエスかノーやかやっかろう、その答えも全て今となればだろう。揺らす経典の足へ I think 全て想像のあれ、今上がるの印は俺の分身、全部信じる中心から舞う宙、永遠はないままいつまでも落ちる雲は。いやまあでもマジで MC バトルは今超夢があるところまで膨らんでるから本当に自分の人生は自分が主人公だから、もう誰がいるからとか関係なくもう超厚かましいぐらい自分が主役になりに行くと思って、新たなスターがバトルで出てくることを楽しみにしてます。かましちゃってください。はい、激ラ優勝初代王者は一人なんで、優勝はしんくんでございます。第1回激闘ラップ甲子園の王者しん、何とかあれとかあのバトルとかそんなことじゃなく、俺はただお前に勝ちたいだけ、それだけなのに、あとは忘れない自分の意思。優勝商品には番組エンディングテーマの制作権が贈られた。曲のタイトルは If Other Life。 レコーディングでは王者になって改めて音楽と真剣に向き合う実直なシンの姿が。ラップちゃんとこれからもなんか頑張っていきたいなっていう中で、甘くねえなって思ったっすよね、やっぱ音楽。やっぱりこっから成長して行くしかないから、もう今はの自分の出せる限界はここがボーダーだから、まあ、それをなんか、まあ、超えるためにっていう意味合いですかね、どっちかっていうと。激ラ第1回王者シンが歌う番組エンディングテーマ If Other Life は各配信サイトにて10月26日リリース。知識はないでも想像は無限大、I think with the papaya wish したい君したい、If was our life、たどり着いた今にハローや、見にくく血を吐く
このストーリーに合う美しいナイス動き辛くても脱落だ二体に前進するってもう一回最後まで行くのかなこれとこれで韻を踏んだからって勝てる世界じゃなくなってて、うんはい、やっぱちゃんと物を言うその中にライムがある。